はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらの逆境ナインデビューガチャを引いていきたいと思います。で、まあ逆境ナインね、ちょっと3キャラがデビューキャラとしているんですけれども、そこまでこのガチャ正直乗り気ではないので、まあ、今石の方がね、右下にちょろっと見えると思うんですけど671個あるんで、まあ、これをね追加はしたくないので、まあ、671個で引ける分、一応30連と単ガチャが、引けるはずなんで、計算したら一応30連と単ガチャの方を引いていきたいと思います。で、まあこのガチャをね、乗り気しないっていうのは、どうしてもこの3キャラのね使い道がなかなか見出せなくて、ちょっと一押しキャラの方を見てみると、まあ、まずは不屈ですね。で、不屈は、まあ、持ってれば、まあ、出番はあると思います。いらないかって言われたら別にいらなくはないんで、まず得意練習か急速と精神ですね、の2種類練習になります。で、金徳を取るときは必殺火消し人で、折り辺持ちなので、まあ、男玉が覚えられますということなので、まあ、不屈はね、別にいいと思うんですけど、新屋敷ですね。で、新屋敷も、まあ、野手キャラで、守備の、得意練習なんですけれども、まず、独身術。まあ、確かにね、金徳はいいと思います、独身術。で、守備コツも持ってるんで、まあ、うまくいけばね、経験点、軽減というところに、つながるんですけれども、サクスペって言っちゃえばパワープロアプリに準じてるわけじゃないですか。要はパワープロアプリの後追いみたいなところなので、まあ、当時パワープロアプリで、まあ、逆境ナインが来た時に、で新屋敷が出ましたと。でそうすると当時、独身術を覚えられるキャラって多分ですよ、サイリさんか新屋敷しかいなかったと思うんですよ。はるかちゃんいないはずなんで、アプリの方では、まあ、アプリはね、そういうところでこの先どういうキャラが出るのかっていうのが見えないんで、多分新屋敷出た時に、お野手で独身術くれるなんていいじゃんみたいな、かつ守備コツ持ってるんで入れよう入れようみたいな感じになったかどうか分かんないです。俺逆境ナインが出た時もうアプリから離れてたんで、まあ、多分それなりに、使い道は見出せたと思うんですけど、今後ですよね、今後独身術を持った強キャラが出るのが目に見えてるんで、まあそれまで待った方が良くないっていうのがちょっとあるんですよ。多分そこまでそう遠くない未来、多分次なんで、新しい高校はもうエビルになるはずなんで、エビル高校のレイリーが出ればもう新屋敷なんて、まあ、言っちゃ悪いけど絶対使わないんで、まあレイリー待ちでいいのかなというところがまず一つですね。新屋敷は、出番はあんまりない。あと、まあ、月田明子さんっていうのわかんないけど、まあ、一応マインドブレーカーくれますというのがあって、野手なら祝福というところではあるんですけど、まあ、彼女キャラもどうだろうね、まあ、絶対月田さん入れなきゃいけないかって言われるとそういうところでもないので、まあ、どうしても欲しいっていうキャラではないですね。で、あと、まあ、サクスペはだいたい新高校が出るとサクチャレの方がやると思うんですけど、最近のサクチャレってさ、その高校特有のキャラが特攻2じゃないですか。確かに最初の頃はもう高校特有キャラが特攻3だったと思うんですけど、なんか最近特攻2に格下げされて、で本当になんか限定キャラが特攻3になってるんで、まあ特攻さんだけで組むのっていうのもなかなか難しいんで、どうしても特攻にもね何体か入れなきゃいけないんですけれども、まあ、そこでね不屈とかが、まあ、入り込んでくることには、なるかもしれないんですけど、そこまでしてほしいかって言われると申し訳ないけどちょっと微妙なところはあります。まあでもせっかくなんでね、確かに不屈はね持ってたいんでちょっと引いていきます。まあ、そんなわけでちょっと前置きがだいぶ長くなっちゃいましたけれども、じゃあタンガチャ PR からいきますか。ほい、まあ、40連でね不屈か新屋敷かっていうのがあるんですけど、ちょっとね新屋敷が出ることを考えると40連まではちょっと引けないなと思います。新屋敷が出た、まあ PR で別にいいんだけど、では、10連目に行きたいと思います。ここは SR1 枚確定ですね。特にバナーキャラとかではありません。あと何枚入ってるか、最近複数枚入ってないからね、そう確定枠しかない。お、
あった一枚。お前か。いや、思ってなかったんだ。カニクラだっけ。知らなかったな。おお、来た来た来た。なんか正直もういいや。正直引きたくねえ。あ、まあまあピックアップはそれなりに効いてる感じはしますね。エプレミちゃん、エプレミちゃんじゃねえや、シドレミちゃんが出てくれたのは結構いいかな。一応見てみますか。お前じゃない。福津くん、得意練習はメンタルと球速になります。メンタルがメインなんだね。で、タックが最終的にどこまでいく。タックは、あ、45ででも70いくんだ。タック70の試合経験点ボーナスとやる気効果アップっていうのが固有でついてます。だからやる気効果75にやる気効果がつくのか。でメンタルの回復量もアップするんで、まあテーブル的には悪くないですね。普通に球速で70ついてやる気効果が乗ってて試合経験点ボーナスもあるんで、まあ腹痛は確かに悪くないと思います。ただまあ球速っていうところがね、全力で出番あるかって言われたらちょっと分かんないです。まあ、せっかく手に入れたんで使ってはいきましょう。でコツはこんな感じですね。タイピン、カチウン、カチウンと闘志か、闘志を直取りするかどうかですね。精神はねやっぱ結構不足するんで、闘志直取りする余裕はないと思うんですよね。で、完全燃焼ってなんだっけ、骸骨なんかあるんだっけ、全力とかだっけ、なんだっけ、わかんねえ。でさよなら男と勝ち場のバカ力からムード丸があって不屈ですね。まあ、一応不屈を手に入れることができましたと。まあ引いていきますか。20連目、ここはバナーが確定してます。実際アプリの時の新屋敷独身術持ちでどういう反応だったんだろうね。出た新屋敷。まあまあいいや、手に入った分だけ。やっぱり野手キャラで初だからそれなりに盛り上がったのかな、ちょっと分かんないっす。じゃあ30連目もいきます。ここもバナー SR ですね。多分反転すれば月田さんっていう感じかな。確定枠じゃないところで不屈が出てくれたのが結構でかいっすね。あ、不屈来た。よしよしよし。まあ解放はしていきましょう。まあ、確かに45になるとタックが上がるんで、ちょっともう一回見ますね。すいません。もともとタック50、60で70か。うん、まあ 10% 上がるんで、35と45だと 10% タックが違うのと、メンタルも違うのか。メンタルが9から12ということになるので、まあ、45でぜひ使いたいところはあるんですけど、もうちょっとこれ以上は引かないんで、今回はじゃあすいません、これで終了したいと思います。まあ不屈がね、2枚手に入ったんで、30連で不屈が2枚出てくれればかなり上々な結果だと思います。そんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。